こんにちは、金子です。今回はページの背景に色とかをつけていく方法を紹介していきます。今回はですね、ページの背景、こっちの後ろの色をつけていくところなんですけれども、 こんにちは、金子です。今回はですね、ページに色をつけていく方法を紹介します。今回はこんな感じに背景に色をつける方法をやっていくんですけれども、まあ色をつけたり画像をつけたりすることもできるので、まあそれについてちょっと詳しく解説をしていきます。そしたらやっていきましょう。そしたらですね、まずここ最初ホームってところになってるかなと思いますので、 このデザインを押しましょう。で、ここはですね、クリックする場所はどこでも大丈夫です。どっか一箇所クリックされてれば、どこを選択されてても大丈夫です。で、この背景の色はですね、あのページ全部なっちゃうので、例えば3ページ、4ページあるよっていう人は、3ページ、4ページ全部なっちゃうので、そこはあの覚えておいてください。あの1ページだけとかじゃないんで気をつけてください。そしたらですね、ここのページの色というのがこのデザインの中の一番右側ら辺にあるので、ここをやりましょう。 で、さっきはですね、ここの色を使っているんですけれども、まあ、ここの色、好きな色を使っていただければいいかなということですね。もうこれだけで結構色は変わってる感じなんですけども、まあ、あの結構薄い色で濃く映っちゃうんで、あの薄い色の方がおすすめおすすめです。綺麗に印刷されますね。で、あの実際、これ、あの、ここに設定しても印刷される時って印刷されないんですね、実は。なんでかというと、ここからですね、印刷画面を見るとですね、 あ、これ今見えてると思うんですけど、多分皆さんやっていただくとですね、これあの印刷画面ここ背景映ってないはずなんですね。で、これちょっとこれから説明しようと思ってたんですけど、えっ、ー、と、ここがですね、こうなってますね、普通は。で、これどうやって解消するかというと、今ちょっとやっちゃったんですけど、オプションのとこですね。オプションのところから、えっ、ー、と、表示というところを押していただくとですね、 表示を押すと、ここの下の印刷オプション。ここからですね、この背景の色とイメージを印刷する。ここがですね、チェックマーク最初絶対外れてるんですね。なので、チェックマーク入れていただかないと、今みたいにここが映らないという風になります。で、ここをチェックマーク入れて OK ですね。じゃあ見てみましょう。まあ見てみましょうと言っても、さっきあの、見たらついてたと思うんですけど、まあついてますね。うん、こんな感じです。 そしたら、まあ、さっきのこのオプションの表示、ここですね。ここからつけてみてください。で、これで今、背景、色つけられるんですけども、他にも設定がいろいろあるんですね、実は。で、ページの色って、まあ、ここだけじゃなくて、まあ、その他の色っていうところを押すと、まあ、結構いろんな色があってですね、あのここら辺を押すと、まあ、ここのところが色の、 濃さになってますね。まあなんか、ここを見ていただくと分かりやすいかなという感じで。あとは、ここ、今色をつけてるんですけど、ここが濃さになってますね。このユーザー設定。で、ここをやると、まあ濃くなっていくと。まあこれ濃すぎて多分やばいと思うんで、まあこのぐらいがちょうどいいのかなと。で、まあこういう好きなところに、まあやっていただくと、まあ色が使えますよと。で、こっち行くと濃くなって、こっち行くと薄くなるよみたいな。こんな感じですね。変えられますね。 で、こっちの標準っていうのは、ここのところになんかいくつか用意されたやつを、まあ、こんな感じで選んで OK を押すと、こういうふうに使えます。で、これ色をなくしたい場合はですね、ここのページの色の中に色なしっていうのがあるんで、ここを使ってみてください。そうすると色を解除することできるんで、ここから解除ができます。で、そしたらですね、ページの色のところから塗りつぶし効果。ここも使っていきましょう。 ここはですね、グラデーションとかつけられるやつなんですね。で、一色ってやつは、まあ、さっきの、まあ、白とか黒とかにやると、まあ、黒だとあれですね。まあ、ちょっと一色分のグラデーションがつくよみたいな。あ、こんな感じですね。ちょっとグラデーションがかった感じですかね。二色とかにすると、まあ、ちょっと青っぽいやつと、こんな感じでやるとですね。あ、こんな感じの、ちょっとわかりますかね。こんな感じのグラデーションの背景ができますね。 まあこういうグラデーションも作ることができるんで、まあ、この辺はですね、あの多分最初慣れないと思うんですけど、まあ、こういう風うに使ってみると、ちょっとこ,うここら辺から光が当たったような感じとか、なんかこういうのを使ってみないと多分ちょっとよくわかんないと思うんですけど、こういう風にちょっと斜めに光が入ってるのとか、そういうグラデーションが作ることができます。で、規定っていうところを押していただくと、まあ、ここはですね、まあ、あらかじめあるやつですね。 まあ結構こういうのとかもコインであんま好きではないんですけど、まあ、結構すごい色ですよね。<laughs> なのであんま使ったことないんですけどまあここら辺でもグレー、グラデーションですね。グレーじゃない。グラデーションが使えるということになります。まあこんな感じですかね。うん。色が使えるというふうに思っていただければいいかなと。 ということですねで。あとですね、このテクスチャってところを押すと、こういうのもなんか色々用意されてましてですね。こんな感じで、まあこれ大理石とか、あとはこういうのとか、まあデニムとか色々書いてあるんですけど、まあ、砂とか、まあ、こういうのもいっぱいあるんですね。まあ、こんな感じで、こんな感じですね。こういう色も使ったりできます。まあ、なんかでありそうですよね。こういう色。で、あとですね、パターンっていうやつも、まあ、ここでなんか 点点が入ったような形とか、こんな感じとか、まあ、ちょっとこれは紫っぽいやつですね。で、まあ、ここで色を変えたりとかも、まあ、黒にしたりとか、で、これちょっと薄めの色を入れるとですね、結構綺麗に入ったりとかするかなと思うので、まあ、こんな感じで、こういう風に色をつけたりすることも可能です。結構いろんなパターンあります。なかなかね、あの、ここだけ、あっち直しちゃった。ここだけじゃなくて、 えっと、塗りつぶしの効果とかで、まあ、ここからやると、まあ、いろいろと、すってができると。で、図ってところをやるとですね、あのー、画像選択することができるんですけども、この画像ですね、結構、まあ、さっき、ちょっといろいろあったんですけど、まあ、これとか、こんな感じですかね。こんな感じで選択すると、まあ、こんな感じになっちゃうんですね。なんで、うまく、あのー、いかないんですよ。なので、あんまり使わないかなと思います、正直。 なので、あんまり使わないですね。で、綺麗にあの画像がここに入る形式でやらないといけないんで、ちょっと面倒くさいので、まあ画像入れたいときはですね、あの自分で画像を挿入して、背景に入れた方が楽かなというふうに正直思います。ただこれでやると、あの全部の、あの、へ、ページページに、まあ例えば5枚とか10枚とかあったときに全部一気に入ってくれるので、すごく便利な機能になります。そういうときはちゃんと、 あの、揃えてあげてやるといいかなと。ただ、あの、普段使うときはこのページの色から、まあ、あの、このその他の色感塗りつぶしの効果っていうところから探して使っていただくと綺麗なのか、使えるかなというふうに思います。今回はですね、このページの背景の色を作る方法を紹介していきました。少しでも参考になったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。